はい皆さんママイドマイド、はい、テストカールね、巻き終わったところからスタートね、だいたい5分置いたかな、一番強い中で5分で、ちょっと心配だから、さらに2分置いたような気がしたね、2ヶ月おきにかけてるとね、本当にもう、1、2、3分でかかっちゃうんだけどね、こうやってあの数ヶ月、3ヶ月、4ヶ月置いて、切り取っちまった場合はね、やっぱりね、 5分弱か、ちょっと弱いかもしれない、8分ぐらいね、保険かけて置いちゃった方が取りにくいパーマーになるかな、もちろん、つけ巻きで巻いてね、水巻きだとまたこれ、ちょっと様子が変わってきちゃうよね。 水巻きの方とね、つけ巻きの方の放置時間の世界というのは全く違うからね、これ、参考にならないっていうの、水巻きにしちゃった場合はね、この、つけ巻きした人の放置時間っていうのはね、よくね、女性の美容師さんなんかはね、安直に水巻きする人いるよね、手が荒れるとか、薬をつけてる時間をちょっと短くした方が傷まないわよとか、ね、ちょっとそんなような考え方でね、まあ、そういう方とね、うちのつけ巻きの放置時間っていうのは全く参考にならないからね。 たまに水巻きってのもするけどね、その時はちゃんと水巻きとか、つけ巻きとか断ってるからね、これやっぱり水巻きかつけ巻きか分かんないって、まあ、動画見てりゃ分かるよね、スポイトで薬かけてるわけだからね。動画は一応8倍速だね。この前もね、カーリーの方、うーんいつもの調子でね、自分で染めてるからね、で、細毛なんもね、で、高齢の方ね、やっぱり2、3分でかかったからね、2、3分で2液つけたら取れたって言われちゃったんだよね。でそれからその人ね。 追いかけるとき5分7分8分で長めに置いてっけど取れる原因っつうのは毛染めする回数が減ったんだよねだから来たとき毛先触っても傷んでる感じが全然ないんだよね一番強い血でねかけてもね傷んでないチリチリ感がないだから結局取れちゃったってことになってねでまあ次からね放置時間長くしてね白髪染めしてるにもかかわらずね細毛何もやっぱ取りやすいから一番強い血を使うようだねこういう書き方はさ10年前の自分じゃやんなかったよね でそういうお客さんもいなかったのかもしれないしこれをまたさ60代ぐらいの人にやるとチリチリになっちゃうんで同じようなことやると60代ぐらいの人だとさカーディーっていうよりブローで伸ばしたりするんじゃない人も伸ばせないもんねブローでねだからね10年前なんか本当に一番強い塩なんかあってもなくても同じようなもんかほとんど買ってなかったよねで最近ね数年前からね一番強い塩注文するとねディーラーもね確認するもんねえ一番強い塩ってねもう最近ね慣れたからねもう 一番強いチオって言えばね、さっと持ってくるようになったけどね。で、一番強いチオって意外とチオ濃度が高いからさ、高いんだよね、値段がね。高いったってね、いくらもしないかんね。<laughs> ここでコメント返しね、日々の先生ね、ビーズじゃなくてさ、そのロシア語みたいなさ、スワロフスキーを買ってきたよ。いや、高い高いこれが。ダイソーの感覚で言ったらさ、5倍ぐらいの値段するよ、あれ。ダイソーだったら100円買えばさ、使い切れねえぐらい入ってくんじゃね あれなんか100円じゃ売ってねえもん。200円ぐらいすんだもん。ほんでちょろっとしか入ってねえんだもん。ほんでまぁ、あ、ちょっと買ってきたけどね、結局コームより高くなっちゃうよね。<laughs> なんだよって、コームよりデ,デコレーションのこのパーツの方が高いじゃんみたいにさ。<laughs> これをさ、製品にして仕上げてさ、1本1万円で売るんだったらいいけどさ。<laughs> たださ、作って遊んでるだけでしょうんあもう男がこんなもん作ったって嬉しくないのにさ。<laughs> あなんとなくね、 この試作の公務に一応貼っていくけど、値段が高くてね、あの接着できない、両面テープで仮止めする <laughs>、まあでも両面テープっつってもね、一回貼るとね、今のは取れないからね、あの材質と両面テープの質が合ってるとね。女子受け間違いなしなんて書いてあるけど、いや、女子受けよりもね、入れ歯みてのをね、なんとかしてんだよ <laughs>。はいお疲れ様でした。